カナダの先カンブリア時代の地層から産出したエオゾーンカナデンセ。崩壊石とジャモン石の五層からなる変成岩である。目盛りはミリメートル。エオゾーンは先カンブリア時代の地層から産出する偽化石である。かつては有効虫の化石だと主張されていたが、現在では石灰岩が変成作用を受けて発達した構造だと考えられている。 1865年、ジョン・ウィリアム・ドーソンは、荒い結晶室の崩壊石と蛇紋石が、帯状に並ぶ構造を巨大な有効柱として記載し、イヤゾーアンコノデンシーと命名した。ドーソンはこれを知られている最古の化石であると主張した。この化石は1863年に、カナダ、ケベック州、グレンビルの近くのコートサンピエールに露出する。 サキカンブリア時代の編成した石灰岩の中から発見された。ドーソンはこれをカナダ地質調査所の科学的栄誉の中で最も輝かしい宝石の一つと呼んだ。その後、エオゾーンは他の場所からも見つかり、報告された。1894年、同じようなエオゾーン構造が別ビオ山から噴出した編成を受けた石灰岩のブロックの中からも見つかり、 この構造が石灰岩の編成過程で形成されたものであることが証明された。ありがとうございます。